はい、今回紹介するのは、言うことなしの本日の絶景ということで、こちらは、ホーチミン市の人民会の夜景ですね。夕方から夜に、日暮れにかけて、まあ、こちらの方で、写真を撮ったものが結構綺麗だったんで、紹介したものになります。写真の方ちょっと見てみましょう。こういった感じです。まあ、なかなか綺麗で、ちょっと私邪魔なんで消えますね。はい、こちらは、レックスホテルの屋上なんですね。こちらの方が、まあ、食事できるバーになってたりするところなんですけども、お客さんと一緒に港南行ったり、無印行ったりした後に、まあ、ちょっとビール飲みましょうということで、中入って、こちらの方行ったんですね。そしたら、まあ、人が全然いなくて、静かで、とても良かったんですね。お店に入る前の様子はこんな感じなんですけども、下の方では人がたくさんいたりしたんですね。この後ろにあるのが、前は SH ガーデンで有名なベトナム料理というか、まあまあ、観光客向けのレストランがあったんですね。景色もとても良くて。で、こちらの方が、まあ、コロナの影響が、まあ、なくなってしまっていると。で、こちらの方、後ろに見えますのが、大きいのがシェラトンホテル。で、右側に見えるのがカラベルホテルになりますね。これからこのウェンフェイ、都市鉄道が、まあ、いわゆるメトロが走りますので、鉄道の駅ができるということで、間もなく、賑やかになるというところで、もうすでに賑やかですね。賑やかになるというところですね。こちら夜景の方がありまして、夜景の方はこうですね。まあ、ちょうどいい、まあ、人の多さだったんですよね。まあ本当だったらまあもっと混んでるはずです。まあこれぐらいのまあ人ぐらいだと写真も撮ったり、まあのんびりできるからいいなという。まあ我々はこれは上のフロアから下をずっと眺めてたというものになりますね。ぜひ皆さんも興味あればこちらの方行ってみてください。なかなかホテルの方、高いって思われてる方多いと思うんですけど、ベトナムのホテルの、まあ、レストランとかって、まあ、日本なんかに比べると安いので、まあ、有効に使われると、お客さんのアテンドなんかでもいいですし、まあ、休憩するのにも非常に便利ですので、ぜひご利用ください。はい。